松原誠は埼玉県飯能市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者。6人兄弟の末っ子に生まれ、飯能高校時代は体は大きいが非力で鈍足、特技は強肩と変化球が打てることであった。3年時の1961年に夏の甲子園県予選で準決勝に進出するが熊谷商工に敗退。1962年に 太陽ホエールズへ保守として入団。1年目は4月15日の中日戦で9回裏に、島野だし渡るの代打で初出場し、5月8日の中日戦に8番、保守で初先発出場を果たすと、7回表に、坂東英二から初安打を放つ。周囲からプロでは通用しないと言われ、初安打を打った時は嬉しくて、母に手紙を書き、 母は死ぬまでその手紙を持っていた。33試合で先発マスクをかぶるが、保守としての能力に限界を感じて1963年に一塁手へ転校。3年目の1964年は4月12日の国鉄戦で2回表に、金田正一から敵時に塁打を打って初打点。五月六日の阪神戦で三回表に、村山実から左中間にへ、ソロ本塁打を打って、 初本塁打を記録。岩本隆コーチのマンツーマン指導で主力打者に育ち、1965年には中堅守に回った近藤和彦の後継として定位置を獲得し、75試合に先発出場。1966年には初の規定打席に達し、リーグ9位の打率、294と活躍。同年から1972年まで、 オールスター7年連続出場を果たし、1967年にはリックスチュアートが入団。シーズン前半は外野手に回り、6月からは三塁手を兼ねて桑田武史と併用される。1968年には監督のベッドをカオるとの圧力もあって桑田がレギュラーから外され、結果として三塁ルに定着。 同年は28本塁打を放ち、1969年は、開幕から4番打者として起用される。1970年には9月2日の広島戦で7回表に、白石静雄から、ソロ本塁打で100本塁打を達成し、シーズンでも30本塁打を放ち、同年から8年連続20本塁打以上を記録。超打力のあるスラッガーとして、低迷していたチームの4番として活躍する。 1971年に一塁手へ再転校し、シーズン始めには左手首を骨折したが、激痛に1年間耐えた。8月29日の巨人戦に5番、三塁手で先発し、史上153人目の先試合出場を達成。1972年にロッテから移籍してきた江藤新一を参考に打撃を改良し、8月31日の 巨人戦で1回表に、堀内恒夫から、右腰先生3乱本類打を打って、史上34人目の150本類打を達成。1973年4月22日の巨人戦で8回裏に、小川国和から、ソロ本類打を打って、史上82人目の1000本安打。1974年には、オールスターに2年ぶりの出場を決め、 1976年まで3年連続出場を果たす。1974年は10月14日のヤクルト戦では5回裏に相立テローからソロ本塁打を打って史上20人目の200本塁打を達成しリーグ3位の打率317と初めて3割を超える。打撃タイトルには縁がなかったが長きにわたりチームリーダーとして選手を率いる。 同年からは初の最多アンダーを記録し、1975年のオールスターゲーム第2戦では、7回に村田長治から代打逆転に乱本塁打を放ち、MVP に輝いた。同年8月21日のヤクルト戦に3番、一塁手で先発し、史上49人目の1500試合出場を達成。百七十六年は六月一日から二日の二日間に、 かけて、阪神戦で4打数連続本塁打を打ったが、阪神の吉田義雄監督が、誰か打たれねえのはいねえのかと叫んだ。この時に、松原は T 打撃で涙が出るほどボールを、縫い目までギュッと見たせいかか、ボールが止まって見え、ガーンと振ると本塁打になった。7月11日の広島戦には8回表に、佐伯木和史から、左前安打を打って、 史上三十一人目の千五百本に編んだ八月十七日の中日戦で四回表に土の上テラシから左腰ソロ本塁打を打って史上十二人目の二百五十本塁打を達成九百七十七年には自己最高の三十四本塁打九百七十八年には本拠が狭い川崎球場から横浜スタジアムに移ったため 本塁打が少なくなると思って、打率狙いに切り替えた。6月8日の広島戦で1回裏に、高橋里氏から左翼へ、先制的時二塁打を打って、史上12人目の先打点。7月6日のヤクルト戦では2回裏に、鈴木幸次郎から、ソロ本塁打を打って、史上11人目の300本塁打を達成。アウトコースが得意で後ろの軸足のかかとを上げないのが、 コツであり、自己最高で2度目の3割多いとなるリーグ3位の打率。329を記録し、当時のセリーグ記録である45に塁打を達成。2年ぶりにオールスター出場も決めるが、この年が最後となった。1979年8月12日の巨人戦で5回裏に、元三みに代わって1塁に入り、史上14人目の2戦試合出場を達成。 1980年には4月23日の阪神戦で1回裏に、長谷川つから、左腰三乱本塁打を打ち、史上12人目の通算2000安打を達成。太陽時代の通算2081安打、通算330本塁打、通算1172打点はいずれも、球団記録である。2000安打達成時点での優勝経験なしは、土井正宏に次いで、 史上二人目であった。この年は、代打で子球を挟み七打数連続安打で八打席、連続出塁を記録したが、若い頃はツーストライクになるとドキドキで心がマイナスになったが、経験を重ねるにつれて気にならなくなった。日本プロ野球選手会を社団法人化させ、選手会長として選手の先人に立ち球団と幾度となく議論を重ねてきた。 その活動が球団に寄付されたこともあり、同年に引退の予定であったが、読売ジャイアンツに誘われた。藤田元次監督に巨人の一塁一種はこれまで二人で賄った。その後で切るのは松原しかいないと、川上哲二と王貞春の後継者と口説かれ、1981年に小賀正明との交換トレードで巨人英星。この際に、 巨人に移籍しても嬉しくない。対応で優勝するのが目標だったと会見で涙したが、同年に巨人で自身初で唯一のリーグ優勝、日本シリーズ優勝を経験。対応では1年目の1962年と3年目の1964年に阪神との優勝争いを経験したが、チームは共に2位に終わっている。日本ハムとの日本シリーズでは、 第一戦の9回裏に、代打で登場し、抑えの切り札である、江夏豊より生涯最後の本塁打を放った。同年限りで現役を引退。引退後は、関根純三監督に壊れて、古巣、対応に一軍打撃コーチとして復帰。高木豊、屋敷金目の打撃海岸に一役買ったが、球団より、チームの打撃不振を理由に解任される。 将来の監督候補と目されていたが、在任中は、チームの目的が勝利か育成かはっきりせずと悩んだ。その後は巨人にも復帰し、2軍打撃コーチ、1軍打撃コーチを務めた。巨人コーチ時代に指導した選手の調子を落としてしまったことから、小足屋と呼ばれたが、実際は、周囲が言うほど指導力は悪くなかったと言われている。松原の指導で打撃が開花した、駒田徳広は、 楽天の打撃コーチに就任する際に理想の打撃コーチ像は松原誠さんとコメントしているが選手ここにあまりにも高い理想を求めてしまったことが選手の混乱を招いたとされる1988年にアジアの大砲と呼ばれ華々しくデビューしながらその後伸び悩んだ両明田馬物が松原の指導を批判していたが両自身が 同年の後半からすでに伸び悩んでいた。1980年代の巨人は、投手陣のレベルが非常に高く、一般に投げ高だ低のチームと見られていたことも、打撃コーチとしての評価を下げる一因となった。巨人対談後は、文化放送、テレビ、神奈川解説者を務める傍ら、東京都目黒区にある作業服販売会社の社長も、務めた。 迷宮会の活動で信仰を深めた山本浩二監督の将兵で、広島東洋カープ一軍チーフ剣打撃コーチを務めた。1990年代以降の広島では、数少ないた球団出身者であり、在任中は荒井隆弘を育てた。2004年には山下大輔監督の下で20年ぶりに古巣に復帰し、横浜一軍ヘッド剣打撃コーチを務めた。 2005年からは文化放送、テレビ、神奈川解説者に復帰したが、2011年9月10日のホームランナイターを最後に文化放送のナイター中継に出演していない。TBK プロ野球中継横浜 DNA ベイスターズ熱烈ライブでは年に一度の相模原球場での試合の解説が恒例になっている。解説業のから、2009年と2010年には、 韓国プロ野球、キアタイガース隣人インストラクターを務め、日本での春季キャンプや、シーズン中は韓国に招かれて、打者たちを指導した。投手以外のすべてのポジションを経験している。また、一塁で内野手の送球を受ける際に行った、タコ足と呼ばれた補給スタイルは、大貞春を意識して行っていたものである。ありがとうございます。